アメリカ軍の訓練移転などが計画されている西之表市の馬毛島をめぐり、小中学校跡地の売却などの3つの議案が今日西之表市議会で審議されています。アメリカ軍の訓練移転や自衛隊施設の整備が計画されている西之表市の馬毛島では防衛省が土地の取得を進めています。八重田市長は防衛省の要望に応じる形で今月9日、小中学校跡地の売却や指導の廃止など3つの議案を提出しています。この議案の審議が今日の最終本会議で行われ、指導の廃止については賛成7人、反対6人で可決されました。残る2つの議案についてはこの後審議される予定ですが、継続審査とした委員会の決定が否決され差し戻しとなった場合、議会の閉会は夜までずれ込む見込みです。反対派の議員はこれらの議案も可決された場合、市長の説明不足などを理由に市長への問責決議案を提出する予定です。